平成22年3月、北魚沼郡の町から長岡市に合併した川口。長岡市は新潟県のほぼ中央に位置し、川口地域はその南端にあります。人口はおよそ4300人です。東京からの距離は260キロ。川口は東京から名古屋に行くよりも近いのです。さらにアクセスも抜群。東京から新幹線と在来線を利用しておよそ2時間半。そして車でも関越自動車道で東京からおよそ2時間半、簡単に川口に降り立つことができるインターチェンジがあります。高速を降りれば目の前に広がる田園地帯。一歩山に入れば古き良き日本の原風景に出会えます。川口を語るのに欠かせないのが川です。町を流れるのは新潟、群馬の県境、谷川連峰を源流とする清流魚野川。そして長野から流れてくる日本一の長さを誇る大河、信濃川。その2つの川が川口で合流しています。川の合流点の奥にそびえるのは標高2000メートル級の越後三山です。川と山が織りなす絶景。川口は町自体が絶好のビューポイントなのです。 JR の駅がある川口は鉄道路線も合流しています。一つは新潟と関東方面を結ぶ上越線、そして長野県とを結ぶ飯山線の発着駅になっています。越後川口駅は2つの鉄路が乗り入れている交通の要所なのです。イベントでこの鉄路を走った SL、 飯山線は SL の走りが絵になる路線です。のどかで懐かしい風景の数々。川口は訪れた人を癒してくれる理想郷なのです。